リボニア年代記はラトビアのヘンリーによって著述された1180年から1227年までのリボニアとその周辺の出来事を記した年代記である。著者はラトビアのヘンリーと呼ばれるカトリックの宣教師である。出生は1180年から1188年と考えられる。また、そのファーストネームと著述の中でドイツ人を指して 我々の意の一致認証複数型を用いていることから、ドイツ出身の人物と考えられている。ラトビアのヘンリーは、後に、初代リガ司教となるアルベルトから教育を受けた。1208年には司祭に任命され、宣教師としてリボニアへ向かった。リボニア年代記はその中の記述によれば、1125年から1227年の間に、グリエルモからの要求に従って、 ラトビアのヘンリーにより記されたものである。12世紀のリボニアの住民分布、リボニア年代記は時系列順に著述された以下の四巻からなる。リボニア年代記の原本は今に伝わらず、13から19世紀に作成された16の写本が残されている。そのうち最も古いものはコーデックスザモシャネスと呼ばれる13世紀末の用品紙に記されたものであり、 現在は、ポーランド・ワルシャーの国立図書館に保管されている。ルーシシに関する資料としては、原初年代記と並ぶ、キエフルーシ政権とその隣国との関係、事件を扱った最も古い書籍となっている。また、13世紀のリボニア王院年代記、1016年から1471年のノブゴロド第1年代記と並ぶ、 バルト地方の人々に対するキリスト教家の解釈に関する貴重な資料である。ザクロニクロブノブゴロド、1016-1471。ありがとうございます。